かつて流行の発信地としてにぎわいを見せていた新潟市の地下街西堀ローサ、ここ十数年は活気が失われています。元気な光景をもう一度見たい。今年地下街ならではのイベントが開かれるなど、再建に向けた動きも出てきています。西堀ローサの現状、そして可能性は。階段を降りるといつもと変わらぬ空間が待っています。新潟市にある地下街西堀ローサ、全長330メートルのストリートにはさまざまな店が立ち並び、カフェにショッピング、そしてランチなどが楽しめます。金子正雄さん64歳、西堀ローサを運営する新潟地下開発に勤めています。およそ30年にわたりこの地下街の移り変わりを見てきました。昔の話してもでしょうがないんですけど、最盛期は特に土日はまっすぐ歩けませんでしたから、今でいう東京駅の八重洲地下街ですとか横浜の地下街、あれと同等ぐらいかそれ以上だったかもしれませんね。西堀ローサが誕生したのは47年前の昭和51年。地下駐車場の建設に合わせて日本海側随一と言われる大規模な地下街が設けられました。平成の時代には人気のアパレルショップがずらりと並び、流行の発信地として多くの若者でにぎわいました。三越さん、大和さん、皆さん、ね、百貨店さんもまだ、ね、ありましたから、だからそういう中でここで待ち合わせして、金曜日の夜とかみんな待ってんですよ。あの姿がね、なんかすごく凛々しくていいな。しかし郊外に大型店が進出し、客足は年々減少。周辺の百貨店は相次いで撤退しました。年間の売り上げは最盛期に50億円以上ありましたが、現在はその20分の1ほどにまで落ち込んでいます。今年5月には多くのテナントを抱えていた靴の専門店が閉店。フロアの3分の1はシャッターが降りたままとなっています。バッチリですか？バッチリっていうか元が悪いからさ、しょうがないんだよ。もうおじさんだからさ。金子さんにとってこの西堀ローサは思い出深い特別な地下街です。ですから、まあ、そっちのお店なんですよ。今でもね、ちょっと見るとジーンとしちゃうんですけど、20代の頃、全国に展開するアパレルショップの店長として東京から西堀ローサにやってきました。1ヶ月でそうですね、800万ぐらい売りますから。だから実家に帰るのお盆と正月ぐらい、あとはもう帰れなくて、ただ楽しかったですやっぱり、ね、ほとんど休みを取らずがむしゃらに働いてきました。さらにそこで女房と知り合って、プライベートもね、非常に何て言うんですかね、思い出のある場所ですから。ショップ店員の女性と出会い、そして結婚。その後は転勤で一度は新潟を離れますが、妻と出会うきっかけをくれた西堀ローサで仕事をしようと今の会社に転職しました。そんな今、頭を悩ませているのは、この地下街をどのように建て直すか。開業からおよそ半世紀、西堀ローサは老朽化が進んでいます。それは内壁だけではなく、重要なインフラの設備も。特に飲食店は出店までに高い壁があるといいます。あと一番がダクトなんですね。
だからダクトを引いて防火ダンパー入れていかなきゃいけないんで、その経費がかかるのと、あと水、ガス、それがもう老朽化してますから変えていかないといけない。飲食を充実していきたいと、まあ、それにはそれでまたインフラ全部整備しなきゃいけないんです。どうですか調子は。また西堀ロー を知らない若い世代も増えていて、どう PR するかも課題の一つです。入り口も我々は全然認識はしてるんですけど、例えば、まあ、知らない人が見たら、ね、どういう入り口なんだろうと思う方も多分いるとは思われるんですよ。人がいないんじゃないんですか。いますから絶対来てくれます。だからね、その辺で我々の責任もあるんですけども、通りで店を構える人からは、なんかこうイベントを増やしていったら面白いんじゃないかなって。天候に関係なく必ず開催できるっていう強みがあるなって。西堀ローサに足を運ぶきっかけを作りたい。あるイベントを開いた人がいます。明るい話はありそうですね。やっぱこの西堀ローサっていう地下は一つ特別なものだと思ってましてですね。永井大地さんです。新潟市東区出身の永井さん、広告代理店を手掛けながら地域の課題解決に取り組む会社にも所属しています。昨年は12月23日にイベントさせていただいたんですけども、この冬一番の寒気、去年の12月23日、県内は記録的な大雪に見舞われました。そんな中、西堀ローサでは音楽が鳴り響き、お酒や食事を楽しむ人の姿が。開かれていたのはナイトマーケットです。天候に左右されない地下街の利点を生かそうと、永井さんが企画しました。模範にしたのが、名古屋の伏見地下街って、で今ディープな地下街っていうのでまた再び注目を集め始めているので、名古屋市の伏見地下街、かつては集客に悩み閉鎖寸前まで追い込まれていましたが、ユニークなイベントを次々と仕掛け人を呼び込むことに成功。今では気軽に立ち寄れる居酒屋が並び、活気を取り戻しています。永井さんが目指しているのは地下街への期待感を持ってもらうこと。今年の秋には通路の真ん中にテーブルを設置して立ち飲みができるイベントを開く予定です。この地上では体験できないようなことを、地下に行くと何かやっぱり新しいコンテンツが待ってるぞっていうような、そういったことを常に用意したいと思いますし、昔の姿っていうのは多分戻らないと思います。それでもやっぱりもう少し次世代の方とか若い方とかにやっぱりここを面白いと思ってもらうようなことを意識してやっていくのが大事なのかなっていうふうには思いますね。西堀ローサの運営会社に勤める金子正夫さんです。この地下街で出会った最愛の妻、真知子さん。がんを患い、去年9月、59歳の若さで亡くなりました。これからね、ローサ見ながら2人でと思ったんですけど、ちょっとそれが叶えなくなっちゃって。そんな思いで、ローサは本当に、ね、何とかしたいなっていうのはね、今でも思ってますから。一緒にずっといた地下街ですから、だからあれですよ、天からガーッて言ってると思いますよ。何やってんのって、しっかりしなさいなんてね。妻と一緒に見たあの光景が少しでも戻ってくるように、生涯をかけて取り組んでいくつもりです。僕の人生ですから、ここは、ね、変な形で終わらせたくないですからね。本当すれ違えなかった。
初めて来ました。どうですか。いいですめっちゃそう、こんなところがあったんだっていう。西堀ローサを知っている世代と知らない世代。いい買い物できましたか。はい、ございます。世代を超えて楽しめる地下街。紙の古町がなくなって水ビルもなくなってしまったので、それからこの今の西堀ローサに移って、これからはずっとこの場所で、ずっとローサでお店やりたいなって思いますね。もうずっとローサで大丈夫かなとは思ってるんですけど。多くの課題はあっても、かつてのにぎわいが再び戻ってくると信じて。